はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ティアファンタジア新章に突入で、え、どうしてこんな、だって私が学校暮らしが、見てやしょ、お知らせを。リリースが400日記念ですね。メインクエストも8章追加ということで。そう、ランプがどうも仲間にできるみたいですよね。ログボもあるし。優勝限定なのか。ご覧の通りのメンバー。キララファンタジアピックアップ召喚ということで、ランプが初めて実装ですね。仲間にできるランプを。敵ぜ、あ、全体攻撃使えるんだ。これ結構強力。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。おフレンド、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回クエストは足らないみたいですね。おはようございます。今日も頑張りましょう。今日も1日特別セレクション召喚なんてあるんですね。ご覧の通り、おー、やっぱりこれですよね。キララファンタジア、ピックアップ召喚、ランプ欲しいですよね。私はやだ。クエストは変わらないのかな？おっと、メインクエストが2分の1になってる。予備クエストもスタミナ2分の1ですね。なるほど。まだまだその月属性のキャラが少ないですね。メリーナイトメア行ってみよう。張り切って行きましょう。まあ、スタミナ2分の1なんで、これを機にメインクエスト8章も加わりましたしね。やっていかなきゃダメだと思います。みんな、私に力を貸して、それ。
おっと、どうなる？集団攻撃だ。よし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 。やっぱり攻略の基本としては一回ダメージして、あの星を1個稼いで、それでできれば集団攻撃やってる人に攻撃させるっていうのがすごくこのコンボがいいと思うんですよね。でも強いや。で、行こう、みんな。3回目。私に力を貸して。それ。お、レベル3に上がった。おお。さ、倒せるかな？倒した。すごいね、全部。一撃でした。まあ、こんな感じで2分の1なのでメインクエストをやりましょう。メインクエスト、これが何章かな。小選択。そうするとおっと、2章が2章まだあるんですね。28節です。テミタイプが赤、青。したんですね。となると、これは、混成から、風と太陽を抜いたタイプっていうのがベストかな。あ、でも赤もないな。赤も青に、青か。それに変えたい。赤っていうか炎ね。ないんだね、確かに。ちのちゃん。これでいってみましょう。部長カレンで。私が行く。そこで見ていろ。いよいよ最後のお二人に会えますね。コテージの中からパスを感じるよ。パスを感じる。ユノみたいに捕まってた場合、クロモンや七賢者の誰かがいる可能性もある。気をつけないと。それにしてもあと二人って誰なんだろう。二人の位置かなり近い感じがしていますね。私の予想だとコウ様とリー様、もしくはネネ様とウミコ様のいずれかではないでしょうか。ユリかな。そっか、ネネっちの可能性もあるんだ。仮にウミコさんだったらなんか逆に制圧してそうな気がするな。デオン色強そう。シャレになって変で。シャレになってないな。うん、ネネチならそうなっててもきっとついていけてると思います。そういえば皆さんは元の世界で普段どう働いていらっしゃるんですか。社畜です。え、
私たちですか？なんていうのかな、チームとして仕事をしてるんです。ひふみ先輩とうちがモデリングで、あおばちゃんがキャラデザとかやな。モデリキャラってはじめさんはモーションデザインですね。モーション班なので厳密には別の班ですけど。言うな、私だって気にしてるんだから。でもはじめさんも他の皆さんとのものすごく強いパスを感じますよ。パス、パスってユリのことかな。はい、太くて温かい、とっても強い絆ですね。そう。ランを超えた絆だってさ、ユウ。そないなこと言うてへんやろ。青葉さんにもう一つ聞きたいんですけど、ねねさんってどんな方なんですか？ねねっちって。私の幼なじみで今も親友だけど、ねねっちがどうかしましたか？青葉さん、ねねさんの話が出た時に少し表情が変わったので気になって。なんか変な顔してました？いえ、とても心配そうな顔で、きっと大切な人なんだろうなと思って。そうですね、いつもはうるさいし変なことばっかりしてくるんですけど、私が頑張るときいつも支えになってくれる存在なんです。本当にねねっちもこの世界に来ちゃってるなら絶対に助けてあげないと。で、私戦いには全然役に立てないからキララさん頼みなんですけど。青葉さん、わかりました、その時は任せてください。ありがとうございます。そういえばふと思ったんですけど、私とねねっちの関係ってキララさんとランプさんの関係にちょっと似てるかもしれないかなって。え？キララさんがランプさんといる感じが私とねねっちがいる時の感じに似てる気がして、だからキララさんとランプさんってずいぶん一緒にいるのかなって。実はまだ知り合って間もないんです。そうなのか。そうなんですか。ああ、勘違いしてしまいました。でも青葉さんがそう思ってくれるのは嬉しいです。出会ったばかりでも大切な仲間ですから。なんか気合が入ってきちゃいました。青葉さんのためにもランプのためにも頑張らないと。頼もしいです。楽しそうなところ悪いけど、キララ出番だよ。コテージの前にクロモンたちが。わかった、私に任せて。でも出てくるのはキャラなんだよな。さあ来い。プロとして引き下がるわけにはいかない。このように複数の属性の敵がいる場合はですね、それに合った相手と戦わねばなりません。まあ最もこれを使わせてもらう。とも合った属性ってないですからね。こっちですね。チノに赤をやらせる。もうちょっとなんですけどね。全体攻撃できるんだ。おっと、結構強敵みたい。属性は、なるほど、とっておきの必殺技だ。レベル5なんですね今。やっぱお前の仕業か。ソーニャちゃんはすごい全滅です。勝負あったな。オッケー。
さらに29節ですね。どんどん進めていきましょう。今度も敵の属性が多いですね。悩ましいとこですが、これだと思い切って青に統一しちゃうのがいいのかな。青というか水と、水と土だな。そうするとこのように登場してまいります。もっと超えちゃうんですね。では知能を落としましょう。藤川さん行ってみましょう。じゃあ始めましょう。それじゃあ突入するよ。みんな気をつけて。はい。誰か、誰かいませんか？助けに来ました。あ、矢神さん、遠山さんも。おっと、あー、青葉だ、ヤッホーヤッホーじゃって、なんでここでもそんな格好してるんですか？ここでも？いつもか。もう、騒々しいわね。あら？みんな？なんや？様子が変やな。遠山さんまで服がピシッとしてない。なんか、街で会った人たちと。いや、ピシッとしてんや、ひふみの方な。誰ですか？せっかく気持ちよく寝ていたのに。あの人は七賢者の一人、セサミです。アルシーブの秘書も務めてる強敵ですよ。まったく、もう何ですか？用件だけは聞いてあげますから、早く行ってください。寝たいんです。強敵なんか、とってもオーダーの影響を受けてるように見えるけど。そういえば、あなたはなぜこんなことをするんですか？そこのお二人を返してください。あれ、なぜでしょうか？どう見てもオーダーに毒されてるね。七賢者までこんなことになってるなんて。これ今がチャンスなんじゃ。七賢者、そうだ、私はアルシーブ様の秘書。そう、アルシーブ様のため、この二人を渡すわけにはいきません。復活しちゃいましたね。あなたたちのおかげで私が働く意味を思い出しました。感謝します。しまった！ダメです、お二人は返してもらいません。青葉さんたちのためには。そんなことはさせませんわ。ここにいる二人は人質にさせてもらいます。もうめんどくさいから逃げないってば。こうちゃんがそう言うなら私も。こう様とリン様に一体何をしたのですか？
結構強敵だったんだな。動きが鈍いぜ。今が、まあ、単独攻撃か。それ。オッケー。ここで二面に行きました。じゃあ。ここだ。それ。残しときましょう、あえて。多分次強敵だと思うんで、まあ、思ったほど強敵じゃなかったですね。準備 OK。 あ、ゾンビが学校暮らし単独か。来た、両方に攻撃。これで一生亀だけになりましたね。全力でやらなきゃ。簡単にとどめを刺しました。嬉しいよ。30節、これが多分ラスボスとのバトル。おっと、ここでは水属性だけってことは、風属性と、風属性じゃないや、土属性だけに当てさせればいいんじゃないの？ということで、土属性の敵です。敵というか仲間です。ほんで、土属性だけを入れましょう。ただ結構相手が強いんで、弱い相手と戦わせるわけにはいかないですが、あ、これ超えるんだ。本田玉木か。やってみるか。八神さん、八神さん、しっかりしてください。帰らなきゃって気はするんだけど、仕事せずにダラダラしてるの気持ちいいんだよね。わかる。いや、八神さんがそんなこと言うなんて。そうです、あなたもがっかりしてだらけたい気持ちに屈しなさい。わかる。嫌です。八神さん、私たちのゲームを待っている人たちはどうするんですか。でもこのダラダラしてるのが、そのままだとダメ人間まっしぐらやないですか。お休みの日とかだらける時はだらけていいと思うけど、今はダメ。八神さんもですけど、遠山さんもです。遠山さんはこんな八神さんが好きなんですか。八神さんを甘やかして二人のゲーム作りへの情熱はどこへ行っちゃったんですか。あ、私、遠山さん、気がついて、スカートを、その
ままだとストーンって落ちちゃいます。レク、レク、え、あ、な、何、やった、遠山さん正気に戻った。ミラってやったんじゃないん、コウちゃん、コウちゃん正気に戻って。遠山さん、八神さんの働く理由を思い出させてあげるんです。働く細胞、コウちゃんの働く理由なあ、もう八神さんのキャラデザが見れないなんて、確かに残念だな。日本中、いや世界中のゲームファンが悲しみに暮れますよ。大げさやな。いやでもほんまかも。弟と妹も作ったゲームおもろいって言ってくれとるんです。自分がええと思ったものをお客さんも喜んでくれるのってもっと嬉しいやないですか。そないな子たちの憧れ裏切るんですか。うんうん、一二三先輩も相槌だけじゃなくて何か言ってあげてください。え、あ、そう、私も真剣に働いてる時のこうちゃんの方が大好きだよ。え、大好きってひろちゃん、どういうことなの。遠山さんはそこで反応しなくていいですから。あ、その変な意味じゃなくて、そう、りんちゃんからも、りんちゃんからも言ってあげれば、こうちゃんもきっと、うん、絶対元に戻るはず。そうかしら。肝心なとこで手を挙げてください。大丈夫です、遠山さんからもぜひ。こうちゃん、私もね、真剣に働いてる時のこうちゃんが好きよ。あ、でもだらしないところも決して嫌いじゃないけど、何、このどう見ても告白タイムは趣旨がずれてるような。変やない、好きに言わせとけば。とにかくこんなにみんなに心配をかけて平気なの。今のこうちゃんはみんなから尊敬されている上司なんだから、シャキッとして。そうです、八神さんは私たちの憧れなんです。戻ってきてください。あのさ、こうちゃん正気に戻ったの。だいぶ前から戻ってたけど。あれ、そんなに立て続けに喋られるとタイミングってものがね。え、あ、さっきの私の思いっきり聞いてたの。まったく、あんな恥ずかしいことみんなの前で言わないでよ。いやー、なんか死にそう。中の人つながりじゃないけど、これは何の茶番なのでしょうか。茶番でも時間稼ぎにはなったよね。お、強い。で、それじゃあ私も戦うのか。八神さん、逃がしません。こうなったらさあ、ラスボスだ。私自らが手を下すしかありませんね。強い。せっかくです、単独か。楽しむとしましょう。でもこいつ倒せばいいわけですから、遠慮なく行かせていただきます。この程度ですか。いや、もう半分以下になってんだが。この程度ですか。来たチャンス。私の戦力を絞り出します。あ、でもこれ攻撃じゃなくて回復になっちゃってんだ。あばばばばだよ、ほんと。何もしてないけど、まあいいか。何事ですか。やりますね。さあ、チャンスだが、今カオス先生なんで通常攻撃。ここだ。イレイジじゃ済まさねえぞ。
単独攻撃だったはず。もう消滅。よっしゃ勝った。ピヨピヨが効きましたよね。さあこれで、おそらく最後でしょう。32節まで全節ありましたからね。こんなはずでは屈辱ですが、ここは退却しましょう。クロモンたち来なさい。たちがコウさんやリンさんを正気に戻してくれたおかげだから。人質に取られたままだったら確かにもっとやりづらかったと思うし。いや、あの告白タイムは聞いてるこっちが恥ずかしかったね。ドキドキでした。あれがイーグルジャンプの日常なんですね。違うからね。やめて、言わないで。ところで八神さん、どの言葉で正気に戻ったんですか？え？いや、なんだっていいじゃんそんなの。知りたいですよ。誰の言葉が一番心に響いたのかなって。そうですよそうですよ。私ですよね、きっと。いや、どう考えても遠山さんのやと思うけど、案外ひふみ先輩のかも。なるほど。忘れて。お願い。それでこうちゃんどれだったの？聞いてる。そんなの言えるわけないじゃん、恥ずかしい。皆さんの言葉すべてがですよ。今日一番の恥ずかしいセリフやな。まったくキララにはかなわないね。確かに。さあこれで最終章でしょうか。大団円っていう感じですよね、この2章かな。お、ちょっと労働時間がかかってる。動きがない。おや、どうしたんだろう。クリエゲージも消えて、これでオーバさんたちは元の世界に戻れると思います。はい、そろそろですね。名残惜しいけど、君たちは元の世界に戻ることになるんだ。帰れるのは嬉しいけど、少し残念ですね。うん、もうちょっと痛かったな。帰ったらまた仕事の日々や。確かに。こっちに来てた時間の分取り戻さないと。ねえ、聞きたいんだけどさ、私たちが戻った時ってここの記憶ってどうなるの？それ気になってた。残念なのですが、皆様が元の世界に戻ったら、ここでの記憶は消えてしまうはずなんです。そうなんですか。はい、ゴールの言い伝えにはそうありますから。ただ言い伝えだし、何より戻った人たちの話を聞いてないからね。本当かはわからないよ。じゃあもしかしたらキララさんたちのこと覚えていることもあるかもしれないんですね。青葉さん、もし覚えてたら、私、うん、私たちここで経験したことをゲームにしますから。わ、それいいね。北のファンタジア。2人とも企画通すの大変やで。まあそれは大丈夫じゃないかしら。
これだけリアルな取材ができたんだから。ランプたちもうまくキャラデザに落とし込めるといいんだけどね。本当ですか？そんな夢みたいな。浮かれるなって。どうなるかわかんないんだから。青葉さん、キララさん、私、青葉さんたちと会って頑張ることと一緒に頑張る仲間の大切さを教えてもらいました。セサミとの戦いの前に皆さんがコウさんにかけた言葉、青葉さんがあんなにも前向きに頑張れる理由が見えた気がしました。だから私もまだ出会ったばかりだけど、ランプやマッチとそんな仲間になれるように頑張ります。キララさんたちならきっと大丈夫ですよ。みんないい人ですし、絶対に素敵な仲間になれると思います。私も今の会社に入ってそのことを知りましたから。はい、素敵な仲間ね。え、いいじゃないですか。それに八神さんも私にとっては、青葉にとっては、そのあら、もしかして今わざと言わせようとしてたんですか？さあ、時間のようだよ。なんなん？体が光って。これは、それがこの世界とのお別れの合図なんです。その光に包まれた時が、皆様が帰る時。ファンタジー感バリバリだ。不思議ね、こんなことがあるなんて。よーし、戻ったら今まで休んでた分働くぞ。適度にしてくださいね。反動でまただらけられたらたまりませんから。おお、青葉にしては言うじゃん。あ、もうすぐです。お別れです、青葉さん。私、青葉さんのこと忘れませんから。キララさん、ありがとう。頑張ってね。私たちがもし帰ってここのことを忘れちゃっても、今この気持ちは本物だから。はい、ありがとうございます。おっと、消滅。ああ。ああ。青葉様たちも帰って行ってしまいました。そうだね。あんな楽しい人たちと別れると、さすがの僕も寂しいよ。でも、一緒の時間を過ごせて幸せでした。そうですね。ソラ様にお話ししたら、きっと喜んでくれる。お、どうやら町の人々からもオーダーの影響は消えたみたいだね。うん、よかった。でもやっぱりアルシーブがしていることは許せません。こんなにも世界を乱してしまうなんて。そうだね、私たちが頑張らないと。ああ、さて、海を渡って次の地を目指そうじゃないか。お、さあ、三章が出ました。砂漠暮らし、学校暮らしのキャラクターが出てくるのかな。なるほど、こうなってんですね。また三章は後ほど行いましょう。ちょっと手伝ってほしいんだけど、頼めるかな。おっと、なんだこのエトアリウムって。サンキュー、すごくいいね。またお願いするかも。おっと、これでまとめて取ることができる。
なんでしょうね、このエトワリウムって。よくわからないんですが。せっかくなんだし楽しまなきゃね。朝のトレーニングに行きましょう。気持ちいいわね。準備はバッチリ OK や。出かけてくるけど、あとは頼むわね。さーて、今日も気合い入れるぞ。すみません、サンキュー。おかげで助かったぜ。はい、というわけで今回は、メインクエストの2章を終わらせました。非常にいい話だったですね。はい、というわけで、ぜひともお気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。この動画の最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。